どうもいらっしゃいませ、ようこそ鳥の巣に。私は安藤隆と申します。私はこの仕事を40年ほどやっております。エティアドタワーにも7年ほど勤めております。今日はたこ焼きを作りたいと思います。たこ焼きというのは天ぷらバターにキャベツ、紅生姜、ネギ、それからタコといったようなものを入れまして、このパンで焼くんでございますけども、要するに3センチから5センチほどの丸い球形のものに焼き上げたものをたこ焼きと申します。こちらにはない食べ物だと思います。それでご紹介したいということで。